ました加藤貴一です。ね、雪の合図、初めてなんで、こういう靴を調達してソレルというあのこっちのね人たち、こっから上福島より上の人たちはもう絶対履いてるって聞いたんで用意してきたんですが、ちょっとそこぐらいでしたかね活躍したのはこれ家から履いてきたんですけどねなかなかでもあの軽くてこれ気に入っておしゃれなんて、まあね、これで東京はちょっと歩けないよねせっかくだったらね、もう一回なんかドカ雪みたいなのちょっと知ってますけど、でありますけど、今日はあの元ダウンタウンブギーバンドの新井武さんと、新井さんとはあの前にあの以前にちょっとご挨拶程度の面識はあったんですが、今日一緒にあのこういうライブでプレイ一緒にするというのは初めてでして、今日呼んでいただいたあの清野さん、皆さん清野さんご存知なんですよね。知らない？知らないですか？呼んでいただいたんですけど、何しろ僕が呼ばれたのは何ヶ月か前にあの東京のチャドっていうねあのライブハウスで、そこでユーストリームでライブを生配信してたんですよね。それをたまたま見て、青加藤貴一ってもういいじゃないみたいな風にすぐあのお店に電話がかかってきまして、ライブ中なんで、それでいきなりあの2月22日にあの新井武さんとやるあの、まあ、挨拶来るんですけど、加藤貴一さんも一緒に来てくださいって、もうその場で話が決まっちゃって、それでもう、まあ、普通こんなことありえないと思うんですけどね、清野さんのなんかこうちょっと情熱的なトークに惑わされたのか、それとも、ね、まあ何しろでも新井さんとはまあね、あのそれこそやっぱり小学校時代からダウンタウンブギーバンドが大ヒットしてるって言うから、むしろシングル版も買ってましたんでね、今日ご一緒させていただくのは本当に光栄なんですが、その前に私のステージを少し5、6曲ですかやらせていただきたいと思います。今のはローリー&タンブリンっていう古い、これもいろんな人がやってます、マディ・ウォーターズっていうのが一番有名ですかね。エリック・クラプトンとかクリームとかもやってますし、いろんな人がカバーしてますが、もう今日のセット、僕のセットリストはその清野さんが全部決めてるんですよ。もう曲順まで決められてしまって本当はあの生でやってほしいって言われて、生ノー PA でマイクもなしでやってほしいって言われてたんですけども、まあ、それでも別にいいんです、いいっちゃいいんですけどね、外してやってみますか、ちょっと。イエーイ、生のねこれぐらいのいきなりボリューム下がりますが、これも清野さんのリクエストでニール・ヤングの「イエーイ!」
1984年に僕はサリーっていうバンドでデビューしたんですが、1984年ですよ。もうまだ携帯電話がない時代です。 NTT じゃありませんでした。電信電話電電公社電電公社電電公社参考社 JR じゃなかったですからね。参考社どけんです。もちろんあの新幹線も、大宮発の東北新幹線ですね。こちらに来るのも大変でしたが、そんなじゃ1984年の昭和59年のデビュー曲であります、バージンブルーを生歌でじゃ。イエーイ。すげえ。ありがとうございます。すげえ。すげえ。
イムスリップしちまった。タイムスリップだ。やべえ。かっこいいっすよね。実力響いた。かっこいいっすよね。中学生。中学生。クリア。はい。この後新井さんもお待ちしておりますので、お流れ惜しいですがある一曲やって、今度は新井さんと
くれくれ、いや、カトリックチームのセッションしてみたいと思います。その前に、俺のコーナーがあと1曲、不良だな、不良。お母さんは不良だぞ。あ、この曲やりましょうか。あれですよね。あれです、あれです。オリジナルもちょっとやらせてください。あー、あの CD を持ってきてますんで、それの紹介。皆さん売ってますから買ってください。あ、すいません、いくらですか、いくら、誰これ。2500円です。一個一個。あ、ごめん。安いな。ありがとうございます。あの去年あの1年間、あ、去年2013年ですね、まあ、約9ヶ月間こうレコーディングあのや、まあ、大体1人でやってるんで、やってたんですけど、ゲストのミュージシャンとして何人かあの手伝っていただいて、その中に、まあ、新井さんともすごく親しい、あの元キャロルの宇宙に年勝さんが、3曲一緒にあのやっていただきまして、もうさすがでしたね。もうレコーディング中はもう、まあ、うちでやって撮ってたんですけど、うちに来て、まあまあ、サウンドチェックして、じゃあ軽く一発出しますんで一応あの録音しときますけどっつって、そしたらそれを2回やったらもう OK でしたから、だから1曲、まあ、約5分として、だから2回で10分、その3曲で30分、30分でレコーディング終わっちゃったんですよね、うちの場合ね。もうちょっと、まあ、しょっちゅうライブは一緒にやってるんですけど、やっぱもう本物はすごいなっていうか、ちょっとどういうものがありましたが、そんなテイクがあの今日持ってきております。ピュアグラスと4人入っております。うまく宣伝できたでしょうか。そんな中から1曲、In the Rain っていうのは、
後ろ盛り上がってるのか、後ろ盛り上がってるのか、いいぞ。じゃああと1曲、じゃあ最後に、
there's no heaven. Thank you. Yeah.